バルジの島への上陸に成功したダイたちは二手に分かれて氷魔島と閻魔島を目指す。しかしそこに待ち受けていたのはダイたちの狙いを察し先回りしていた魔王軍の総勢力だった。ピンチに陥るダイたちの前に思いもよらない人物が現れる。ドラゴンクエストダイの大冒険、不死身の救世主。大冒険は続く。